はい、今日は8月17日。今日のお題はニコラ・テスラのワイヤレス、送電システムの原理。こうじゃないかなというやつです。映画のシーンかなんかでね、なんか草原みたいなところで電球を地面に立てて、電球が光ってるっていうのがあるわけですよね。要するに電線はなくて地面に刺すだけで電球がつくと。これはどうしてかなーっつって、でまあ考えたらニコラ・テスラは縦波のことを結構ね興味持ってたんですよね。で思いついたのが、要するに電気を、普通は交流電球、電流は横波なんですよね。水力発電所でコイルと磁石のやつを回すと交互になって交流が発生して、それが電気になると。でもう一つ、P 波っていうのがありますね。地震でいう縦波。地震の場合は先に縦波が来て次に横波が来るわけですよね。でも地震の震源からは同時に2つが一緒に発生するわけですよ。だから電気も縦波の電流を作ればいいわけですよね。まあできるんじゃないかと思うわけですよ。そうすれば縦波の電流と横波の電流を同時に地面に送れば、お互いに干渉することはないわけですよね。だって P 波と S 波、地震の P 波と S 波は干渉するはしないわけですから、電気も同じ原理で干渉しないわけですよね。で、その電球のところに行けば、電球の内部に小さなコイルをあってかコイルがあって、それが P 波、縦波を磁力線に変えて、でその磁力線から今度は横波に変えていけば、もう一つ地面から送られてきた横波の、電流と電位差が出てきて電気がつくというわけです。ですから、コイルの仕組みっていうのは、磁力線ができて、それによって電流が流れるっていうわけですよね。その縦波の電流を作る特殊なコイルを開発すれば、これ全てうまくいくと思うんです。で、ニコラ・テスラはそれを作ってたんじゃないかと思うんですね。それを作れば、電気の発生源から縦波にして電流を送って、が到達先では今度は縦波をコイルを通して磁力線に変えて、それを今度横波に変換すれば、電位差が出て電流が発生して、電気を使えるわけです。多分こうじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。